11人でチームスポーツだけど、ボール持ってるのは1人だから、この技術っていうのはやっぱり高くないと。よかった。お話聞いてください。でもやっぱりその技術は磨けば磨くほど絶対落ちることはないから。あとはもうサッカーに関していけばキック、パス、トラップの位置、そういうのを全部ひっくるめて大事だけど、今自分でできるっていうのは、この足元の技術とかは非常に大事なので、本当に、有効一応での練習をしっかりやってもらえれば、本当にみんな上手くなると思うし、サッカーはまたそのプラスアルファな部分はあるけど、今の君たちの年代では、そういうものをしっかりやって、あとチャレンジをどんどんしてほしいと思います。今でもね、やっぱりバックパスじゃなくて、もう一回行くとか、あんなのミスっても全然問題ない。でも、そこで怖がってやらないよりか、怖がってやって失敗した方がいいから。だからそれは今、君たちはやらなくちゃいけないことは、そのチャレンジをすることだと思うし、怖さを知るのはね、本当にプロになってからね、十分だから。今はもう思いっきり、チャレンジをして、本当にこの中からプロになれる選手が出てほしいなと思って、いっぱいご飯食べて